おはようございます。速価塾の久保です。今日は9月15日朝6時半の相場解説になります。FX オリガルヒの方にはちょっと長めでですね、様々なことをお送りしました。例えば円高に変わることとかね、それから FX を専業ですることのまあ怖さとか、リスクヘッジのこと。で、あと、 今回のね、相場感についてですけども、今回の FX 速回塾限定版につきましてはあの、昨日に引き続いて、今週は手を出さない方がいいんじゃないかなってことを中心にお話していきます。まずは一日足なんですけども、えっ、ー、とね、この右肩上がりのトレンドっていうのは、あと継続はしていないです、今。今止まってる状態です。上に下にこういうふうに乱れてますね。 ですんで、えー、どっちに行くか分かりません特にあのファンダメンタルがかなり効いてますんでテクニカルで勝負しようとしてこの私の動画を見てくださってる方ばかりだと思いますので残念ながらね手も足も出ない状態なんで今日明日明後日今週は基本的にはもうねエントリーをせずにただ見るだけの相場ということにした方がいいと思います今やっても傷が深くなるかもしくはわけのわかんない勝利が待ってるだけなんで間違った成功法則を身につけるか こういう時はねやっぱりリフレッシュした方がいいと思いますえー、この FX ってのはね手も足も出ない時って必ずあるんですよもちろん超上級者になってくればこういう時でも利益を取れるんでしょうけどもでもそこまでのことをやろうとはねこの放送では思ってませんとりあえず勝ち越しができるような力をつければあとは資金量の問題で、えー、自分の求めていた利益額っていうのを追っかけていけますからねそれを目指してますので別に FX のね もう一流のプロトレーダーにななるぞというところではないんではんすよ、まあ、つまりは中級者から上級者ぐらいの間であればもう FX で例えばね副収入で10万20万とかね、うん、50万60万であとは資金量の問題ですからやっていけると思いますのでそういった形に、えー、これからもさせていただきます、えー、とりあえずは資金量がなければ少額で数万円から 1000万円を作ること生活費を作ることは不可能ですんで少なくとも毎月100万円ぐらいはね口座に入れられるようになってから生活費のことを考えるそういうふうなスタンスでいった方がいいと思いますえー、ちょっと夢も希望もなくなるかもしれませんけども逆に夢と希望なんですよ月に100万円月の頭に用意すればその中から20万30万の利益を生み出して月末にはね生活費を引き抜いてまた100万が口座に残せるっていうその繰り返しですから だから賞味ずっとお金の生まれてくる FX の世界がそこにあるってことになりますまあそれに対してですね取引ができない時っていうのはつきものですから結局はトレードって上に行く下に行くっていうふうな上下の幅があるから利益が取れるわけであって横一線の時には何もできませんから今がまさに横一線になっちゃってる状態ですねこことは明らかに動きが違うでしょこことかあ,あれこことかね で、ここではちょっとね、手出しができないんですよ。こういうところ。こういうところっていうのはね。いわゆるレンジってのは、レンジ内オプションが取れない限りは利益にならないんですよね。じゃあ次です。四時間足を見ていきますね。四時間足なんですけども、えっと、ダブルトップに見えなくもないです。ただし、これはですね、下の方にも2つの支持点がありますので、えー、こういう風うな形でレンジを見た方がいいと思いますね。一応レンジでまとめていって、あとレンジオプションも今、 ファンンダメンタルが効きすぎていて使い使えませんので、うん、これをどういうふうにやっていくかってことを今後の値動きも見ながら細かく細かく、うん、絞っていこうかなってところですね。はいで1時間足ですけども1時間足、えー、とこれですね CPI がドーンときて。 で、結局、前年戻しみたいなのが来て、徐々に上下のボラティリティが抑えられていくとこです。上下の幅っていうのがだん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 ちっちゃくなっていくことを期待するために、もうちょっと待たなくてはいけないよねってことです。で、上下の幅がこういう風にある時っていうのは、ほんとね、特に収束しながら小さくなってる時って取りにくいんですよ。大きくなりながらの、あの、収束路別の拡散だったらね、取りやすいんですけども、滅多にそういうこと起きません。収束ばっかりです、あるのは <laughs>。 はい。じゃあ今日はこんなところですね。えー、もう肩の力抜いて今週はしっかりと眺めて来週からどうしようかなってことを積み上げていくでいいと思います。もしかしたらね、今日中とか明日中に何らかの新しい動きが取れるかもしれませんので今、今日この時点で9月15日朝6時半の時点ではできることはありませんのでしっかりと見るだけにしておきましょう。以上です。